すすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ、とりあえず演劇ラジオ、パーソナリティの鎌様です。人生はチョコレートの箱のようなもの。開けてみるまで中身が何かわからない。こんにちは、パーソナリティの遠藤です。はい、番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございます。はい、とりあえず演劇ラジオ第34回でございます。34回ですか。いよいよ、いやー、いきなりグリーンさんの CM CM をお世話になっております。もろパクリしてお世話になっております。いいですよ、まあ、僕も大好きなそのセリフ、セリフっていうかフォレスト・ガンプの、ね、あなんかグリーンさんのラジオ聞いてないですか。いや、あのね、グリーンさんのラジオ朗読の時間ね、もちろん聞いてるんですが、はい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 、僕は CM しか聞いたことがないないか なんでそんな今上から来た。ごめんなさい、あのすごい好きで僕も聞いてみたいなと思って、うん、あのね、フォレスト・ガンプ良かったですよね。ああ、私ね、そんなに映画を見ないので、あれなんですか。まあまあ、福田監督も知らなくてフォレスト・ガンプも見ない人が何を語るんですか。なんだ、勇者ヨシヒコの監督さん、その監督さん知らないっつってさ、まあまあ遠藤くんがびっくりするだけならいいんだけど、セイロボットくんまでびっくりしてたから、あ、よっぽど有名な方なんだ。福田雄一さんっつうの、福田組の福田監督ですよね。もう室強し、うん、佐藤二朗とか率いる、率いるっていうのが変だけど、なんかね、あの山田孝之とかね、みんな楽しそうにやってるじゃないですか、みんな。うんうん、先ほど賀来賢人もなんか加わっちゃったりして、そうだ、福田監督がその楊さんが主演の三国志とるですよ。おお、つってちょっと三国志ももう一回勉強していきたいなっていうもんで、うん、そのポッドキャスト聞いてみよう。はい、はい、どうも、かまさまでございます。突然ごめんなさい。実はですね、これ、本編を収録した時からだいぶ経って、この音を録音しております。実は、今流れてるシーンなんですけれども、セイロボットくんの、まあ、家でね、我々毎回収録してるんですけれども、そこで、セイロボットくんちのアレクサがね、収録中に反応してしまいまして、おいで、その遠藤くんが、まあ、その今アレクサをこういじってるんですよね。ただやっぱりそのアレクサの音が全然やっぱり入ってなくてですね、ちょっとなんだ、そのまあちょっと成り立たないということで、ちょっとごめんなさい、私の音声でちょっと上書きさせていただいております。その現場ではね、もう突然アレクサが喋り出して、でなんか遠藤くんがゲストが来たってでもうすごい面白かったんですけれども、ちょっとね、やっぱり聞こえなきゃどうしようもないっていうことでね、ちょっとこの部分はなんだ、ちょっと上書きさせていただきました。申し訳ございません。だからそのアレクサの下りが終わるまでちょっと私喋ってなきゃいけないんですけれどもね、どうしようかな、どうしようかな。好きな飲み物はコーヒーです。20年以上、毎日欠かさず飲み続けております。さあ、いいですかね。いいかな。はい、それでは本編戻します。どうぞ。やっぱりあれヒーローなんですかね。あ、そうだね、カーンは、死んだ後に商売の神様になって、それで、だから結構世界各地の、中国人街チャイナタウンか、あそこに、カーンの像が飾ってあったりするんですよね。だけど僕三国志は分からないもんだから、その石碑聞いてもみたいな
あ、壁にヒキヒキって書いてあるの、へえみたいな。なんで言ったんだよ。もったいないことしたなと。中国の広州のね、シーフーっていうこの西の湖行ったらね、諸葛亮孔明の像が立ってるわけです。そこはね、中国でロケをした三国志のロケスポットで、中国ですごい話題になったドラマのロケ地として観光地化されてて、でそこに行ったんですけど、まあ大体そのドラマも知らねえし、三国志も知らねえけど、なんでここ来たんだろうっていう話ですよね。そういう中国の旅をしたことがありますね。相変わらずよくわかんないことしてるな。すごかったよ、それがね。4泊5日で19,800 円っていうね、激安ツアーでね、安い、すごいですよ。だって航空チケットも入ってるし、うん、3食ついてるんですよ。でバスツアーもホテルも入って19,800円ですよ。はあ、しゃべっておりますんじゃないかみたいな。何の話でしたっけ。三国志ね、ちょっと興味がありますよね。うん、福田組ですよ。福田さん知らないですか。その話はもういいかな。はい、じゃあ本編に行きたいと思います。お前のせいだからな。人生はチョコレートの箱、開けてみるまで中身はわからない。フォレストガンプ、あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト朗読の時間。じゃあ、本編なんですけれども、はい、はい、今回はですね、劇団スーパーエキセントリックシアターを、紹介いたします。通称 SET と、呼ばれておりますね。花がありますね。そうですね、頭文字を取ってスーパーエキセントリックシアター SET。 そうですね。なるほど。まあまあちょっと簡単に歴史の方を、振り返っていきたいと思います。お願いします。はい、まず1978年頃ですね、スーパーエキセントリックシアターを、立ち上げた方が、三宅裕司さんなんですけれども、はいはいはい、はい、まあ、三宅裕司さんが、まあ、別の劇団でその当時、喜劇役者として、活動してたんですけれども、うん、まあ、ちょっと自分のやりたいことと違うということで、そこを脱退いたしまして、うん、で、その時当時付き合いのあった方ですね、うんうん、と一緒に、俺たちの劇団を作ろうということで、うん、1979年ですね、うん、その時に立ち上げたのがスーパーエキセントリックシアターになります。東京の笑いを追求して、ミュージカル、アクション、うん、コメディなど、特定のジャンルにこだわらず多くの人を楽しませる舞台を上演し続けている、人気劇団でございます。まあそうですね、ある程度年いった人やったらもう三宅裕司さんといえばね、うん、テレビのバラエティ番組の司会者ですね、として見たい、聞きたい、歌いたい、うん、そうですね、はい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 、なんだっけ、夜も引っ張れか、あー出ました ね、夜も引っ張れの司会ですとか、はいはい、どっちの料理賞とかね、あー、関口博士と、そうそうそう、関口博士さんと、はいはいはい、これも司会をやってらっしゃいましたし、うん、ちょっと古いとこだとテレビ探偵団、僕らはテレビ探偵団、あー、出ましたね、うん、それの司会、逆回転時計欲しかったですよね。俺あんま知らない。ちょっと待って、うちらの年代じゃないでしょ。いやいやいや、バリバリ見てましたよ。あ、見てた、そう、だから司会者として有名ですし、あとはその、まあ、ラジオパーソナリティとしても、三宅裕司のヤングパラダイスっていう、あ、ヤンパラ、うん、そうですそうです、ヤンパラの、パーソナリティとしても非常に有名な方ですね、うん、でですね、スーパーエキセントリックシアター、まあ、地道に活動を続けていたところですね、1983年ですね、日本放送の高橋幸宏のオールナイトニッポンに、レギュラー出演することになります。そうですね、まあ、ちょっともしかしたら若い方知らないかもしれないですけれども、うん、高橋幸宏さんといえば、うん、当時の大人気ユニットイエローマジックオーケストラですね、
通称 YMO の、うん、そうですね、そうですね、 YMO のメンバーとして、当時大変人気があった方ですね。まあまあそこにレギュラー出演して、でまあその番組自体はすぐに終わっちゃったんですけれども、うん、その縁で、高橋幸宏さんのプロデュースで、ニッポノミクスというあのアルバムを要するに発売いたします。劇団が音楽のアルバム、うん、そうですね、音楽のアルバムを作ったんですよ。まあまあな、当時では珍しいラップですとか、ラップと呼べるのかわからないんですけれども、うんうん、もうレコードとして出てるんですけど、うんうん、なんだ、そんなか中身はそのなんだコントだったりとか、コントが入ってたりとかしてたみたいですね。でまあまあこれが話題となりまして、人気劇団へと成長していくことになります。近年はですね、後進の育成といいますか、アクターズコースですとか、ボイスアクターズコース、まあ、要するに声優コースですね、そういうのを設立いたしまして、後進の育成に、力も入れております。そう、やっぱり若い人が、なんでしょう、養成所じゃないけれども、はい、劇団に所属してちゃんとトレーニングして舞台に出てるってイメージありますね。やっぱりこのアクターズコースとかで成績がいいと準劇団員に昇格できたりとか、そういうシステムもあるみたいですね。では、主な劇団員さんですね、紹介していきたいと思います。はい、はい、まずは先ほどもちょっと出ましたけど、三宅裕司さんですね。はい、はい、1951年、5月3日生まれ、2020年の時点で、69歳でございます。なんですね、もうそんなになるんですよね。SET の座長、で、全ての公演の演出を務めております。先ほどもちょっと出しましたけど、ラジオパーソナリティですとかテレビの、バラエティ番組の司会者としても有名ですね。まだ映画とかドラマにも出演しております。で、喜劇役者 の伊藤史郎さんいらっしゃいますよね。で、伊藤史郎さんと一緒に立ち上げた伊藤史郎一座っていうのがあるんですよね。はい、これが2004年に旗揚げしたんですけれども、うん、こちらも毎年年に1回、公演を行っております。伊藤史郎じゃなくて熱海五郎みたいな、ね、さすが知ってますね。これはですね、伊藤史郎さんがちょっと来れない時、不在の時は、熱海五郎一座に なってるんですよね。伊藤じゃなくて熱海で、そうですね、そうそうそう、静岡県 の伊藤市っていうところがあるんですけれども、まあ、伊藤市の手前に熱海市があって、はい、まあまあ伊藤の手前だから熱海で、四郎だから五郎にしようということでね、熱海五郎一座いいですね。で毎年公演を行っております。熱海五郎一座、結構出演陣が豪華 そうですね、例えば東隆博さんですね、通称アズマックスと呼ばれておりますけれども、一番挨拶で汗拭く、そうですね。それからですが、あと春風亭翔太さん、笑点の司会やられてる方ですとか、あと渡辺正行さんですね、鍋ちゃんコント赤字赤字のね、いいね、うん、そうですね、が出てる、うん、そうそう、熱海五郎一座の楽屋で、はい、作ってるちょっとした一品料理みたいなのが本になってますね。そうなの、なんか楽しそうですよね、うん、なんか大人が遊んでる感じがする劇団。ああ、そうですね、結構アドリブも入ったりとかしてね、面白いですねこれ。そうそう、こちらの方も人気劇団ですの で現在も活動しておりますので、うん、ぜひ見に行ってみてください。はい、続きましてですね、小倉久弘さんですね。はい、はい、1954年10月26日生まれ、うん、2020年の時点で、66歳でございます。小倉さんすごいこう毛深いですよね。ああ、そうですね、すね毛の間に蚊が絡まって死んでた、ツアーが僕は好きで、ね、はいはいはい、なんかよテレビでよう言うてたな。小倉さんもSET の旗揚げから参加しておりまして、
公演にはほぼ全て参加している看板役者でございます。そうですね、その他あのテレビドラマですとか映画、あのラジオ、バラエティ番組、ナレーターなどですね、幅広く活動されておりますね。まあまあどっちかというと主役より脇役ですよね、この方。そうですね、個性的な顔加工されてますよね、うんうん、そうですね。 SET の公演とか、あの熱海五郎一座の方にも、出てらっしゃるんですけれども、あの奥さんがすごい美人だって。あ、そうですね、奥さんが、元モデルの方でね、まあ、そうですね、あの結婚した時はあの美女と野獣カップルだなんて言われてましたね。はいはい、そうそう。で小倉さんがあの SET の公演で毎回、三宅さんと小倉さんの2人だけのシーンっていうのがあるんですよね。でそこのシーンが結構あの SET の名物になっておりまして、あのもうみんなそこの2人だけのシーンが面白いっつってね、あの三宅さんがその要するに小倉さんをいじるっていう。そうですね、テレビでも2人で出てて結構そういうやり取りやってるんで、分かる方は分かると思うんですけれども、小倉さんが三谷幸喜の芝居に出た時に、はい、その台本を見て、あ、ちゃんとセリフがあるって思って多分 SET はね、セリフとか出てないまま舞台出て作ってるんだと思って。そうですね、もうなんか三宅さんが言うにはもうほぼほぼアドリブだってあそこの2人のシーンはもうアドリブだって言ってましたね。そうですね、これも本年のその辺にも、もう注目して、見ていただけると、面白いと思います。はい、続きましてですね、山崎大輔さんですね、はい、1954年の3月18日生まれ、2020年の時点で66歳でございます。はい、この方もあの SET の旗揚げから参加されている方ですね。で、今あの本当にあの SET って三宅さんと小倉さんがもう2枚看板みたいになってるんですけれども、あのその体制になる前はあのこの山崎大輔さんが結構看板役者として、活躍しておりました。そうね、絶対ねテレビドラマの脇役としてね本当にいっぱい出てる方なんで、絶対見たことある人だと思います。ちょっとね代表作とかねないんですけれども、本当に脇役で、まあ、最近ですと土曜ワイド劇場みたいなあの2時間ドラマですねにあの結構出てらっしゃると方なんで、見たことはあると思います。リスナーの皆さんもよかったら、調べてみてください。これちなみにですね、この方の奥さんはあのジューシーフルーツのイリアさんっていうんですけれども、これ知ってます？全然ジェニーはご機嫌斜めっていう、あの、まあ、大ヒット曲があるんですけれども、80年代のね、はい、じゃあ続きましてですね、かつて所属していた俳優さん、はい、こちらを、ちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、岸谷五郎さんですね、はい、1964年9月27日生まれ、2020年の時点で、56歳でございます。1983年に、スーパーエキセントリックシアターに入団されました。で、若手の看板俳優として活躍していたんですけれども、まあやっぱりあの喜劇じゃないですか。そうですね、そうですね、なんで、やっぱり他のシリアスな役とかも、うん、やってみたいということで、1994年に、退団しております。まあ、それ以降は結構テレビドラマ映画等で、主演を果たして、現在はもう大物俳優さんですよね。その松田優作さんの回でも結構ちょろっと出ましたけど、あのテレビドラマのあの醜いアヒルの子ですけどね、君はふだけちた夢のかけら、遠藤君ね、それ一つ一つ、遠藤君それ優作さんの回でも歌ってたよ好きなんですよ好きなんだ
松山千春さんのそう乗ってで、はいはいはい、そうそう、醜いアヒルのこの主題歌ですよね、それもうええってそれですとか、まあこれもドラマで妹よとかありましたね、和久井恵美さんの お兄ちゃん役で出てましたね、チャリアスの主題歌のね、ああはいはい、はい、ありましたね、うん、そうそう、あと私が好きなのは大河ドラマの郷姫たちの戦国っていうのは、はいはいはい、これも 5,6 年前かな、の豊臣秀吉の役やってらっしゃいまして、あれすごい良かったですね、まあ、まあちょっと余談ですけど、この方の奥様は奥井香織さんと言いまして、プリンセスプリンセスっていうバンドの、そうそう、知ってるっしょ、プリンセスプリンセスのボーカルの方ですね、で今は岸谷香織と名乗って おられますね、はい、続きましてですね、寺脇康文さんですね、1962年の2月25日生まれ、2020年の時点で、58歳でございます。寺脇さんは、1984年に、スーパーエキセントリックシアターに入団されました。それでですね、1987年頃から先ほどの岸谷五郎さんと、山田義信さんと、ですね、この3人で、コントユニット、接待、SET 隊と書いて接待ですね、こちらのコントユニットを結成いたしまして、SET の公演内で、コントを披露したりとか、それで、なんか、テレビも出たりとかしてたみたいですね、で、岸谷さんと同じく1994年に、対談しております、で、まあやっぱこの方の代表作といえば、はい、何ですか、王様のブランチ、わあ、そうそうそう、そっち来たかそうですね、情報番組の王様のブランチ の、 総合司会を10年間勤めておりましたね、情報がアップデートされてませんか、いやいや、違う寺脇さんの代表作ってもう一個あるでしょ、初代ですよね、うん、そう初代相棒ですよね、そうですね、刑事ドラマの相棒 の、シーズン1からシーズン7まで、そんな長かったでしたっけ、うん、そうですね、最初の人ってだけのイメージしかないですけど、そうですね、水谷豊さんとダブル主演を務めておりましたね、で、この岸谷さんと寺脇さんがですね、その SET を退団した後に、演劇ユニットを結成いたしまして、それが地球ゴージャスというユニットですね、で、でこの2人がメインとなりまして、で、劇団員がこの2人しかいないんですよね、この地球ゴージャスで、あとはもう全部客演といってゲストを呼んで公演を行うっていう形の演劇ユニットでございます、結構有名な方がね、客演出ますね、そうですね、有名な方出てますね、で、そうですね、この地球ゴージャスの方も岸谷さんが演出をされていて、で現在でも公演を行っている劇団ですので、皆さんもご興味持たれた方はぜひチェックしてみてください、はい、さあ、本日はこんなところですけれども、そうですか、はい、なんか名前をつけた命名賞は斉藤洋介さんらしいですね、ああ、そうらしいですね、お亡くなりになったという、そうですね、そうそう、だから三宅さんも69歳、小倉さんも66歳ですから、本当にお二人ともいい年でね、もしかしたらもう、SET の公演がもしかしたら近々見れなくなってしまう、いやいやいや、それは大変失礼な話じゃないですか精力的に YouTube も始めたところで、まあそうですね、まだまだ元気、すげえだね
いや、まあまあまあね、まあまあいろいろありますからね。そうですね、もしね、あの SET の公演のご興味持たれた方は、うん、あのぜひ見に行ってほしいと思います、はい、うん、ちょっと失礼だったかなこれちょっとだからさ、 なんとかうまくまとめたかったのよそれで斉藤陽介さんの話出たからうまくつなげようかなと思ったら、うん、笑ってんじゃないよひどい言うな。じゃあ遠藤君うまくまとめてくださいよ。じゃあポカこれでね、まとめ入りますからねじゃあ、まあこんな感じでいいか。よし、じゃあ本日はこんなところにいたしましょう。最後に告知です。とりあえず演劇ラジオでは皆様からのご意見ご感想、紹介してほしい劇団役者さんなどを募集しております。お便りはメールまたはツイッターでお待ちしております。メールアドレスはかまさま7@gmail.com、 すべてアルファベット小文字で kamasama 数字の7@gmail.com です。ツイッターはハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です。演劇は漢字、ラジオはひらがなでお願いいたします。それから YouTube でも最新回からすべての過去回を聞くことができます。こちらはとりあえず演劇ラジオで検索してください。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。